サンシェインチャンネルのひとみです。今日はスターバックスから新商品が発売されていたので、早速購入してきた商品をご紹介したいと思います。こんなに可愛いパッケージに入っています。バナナナバナナっていうバナナのパッケージに入っている商品です。早速ドリンクの方からご紹介していきたいと思います。ドリンクの方が2種類出ていて、バナナナバナナとチョコバナナバナナ、2種類出ています。早速ね、飲んでみたいと思います。バナナバナナの方が上のトッピングが、なんとここにバナナが乗っています。トッピングも可愛い、バナナナバナナ、それとチョコバナナナバナナ、もう舌噛みそう。こっちがチョコレート、可愛いチョコレートがトッピング、両方ね、どちらも今回はね、可愛らしい感じです。まあ、すごい、この上に乗っていたチョコレートがバナナ味のチョコレートで、硬い食感がするのでとても美味しいです。中はすごくね、バナナの果肉が入っていてとてもフルーティー。そっちのはどう？めっちゃ濃厚なチョコレートにバナナの果肉、うん、もうバナナの果肉すごいよね。バナナの果肉とチョコチップもなんか入ってる、中にもチョコレートが入ってる、もうバナナ感満載。上にはマーブルチョコレートが、かわいいよね。こっちはバナナのチョコレートが乗っていて、もう一個はチョコレートのカラフルなのが乗っているので、映えスイーツドリンクとしてもね、すごく面白いですよね。では次は封筒の方を開けてみたいと思います。かわいらしいケーキ、ストロベリー&バナナのフラワーケーキです。中気になりますよね。これ写真で見た時はちっちゃいと思ってたけど、意外と大きいです。バナナのコクに甘酸っぱいストロベリーが合わさった華やかな味わいなんだそうです。横はこんな感じで、中を切ってみます。すごいやわやわ、あ、中硬い、硬いんですけど、下がタルト、あ、タルト生地、ね、綺麗に切れないです感じがする。中がこんな感じになっています。なんかチョコレートかな、なんだろう、ストロベリージャムみたいな感じ。ストロベリーとバナナのフラワーケーキ、めちゃくちゃ可愛いですよね。これ上のクリームはストロベリーが乗っていて、真ん中がバナナで、下がケーキ、いやタルト、いやケーキ、ケーキ、タルトかと思ったら、あのタルトじゃなかった、切るときめちゃ硬かったけど、シフォンケーキみたいな、シフォンケーキはもうちょっとやばいよ、普通のケーキ、なんかタルトではない、上のクリームがふわふわすぎて下の生地がちょっと硬く切るときに感じたけど、でも食べたらふわふわね、うん、美味しい、これ美味しい。これはネットで最初見たときにちっちゃなケーキかと思ったら、意外とこれ1個でお腹いっぱいになるぐらいの大きなケーキです。うん、これ美味しい、かわいい。そしてマンゴーとバナナのフラワーケーキ、これも横はさっきのと同じ感じです。中を切ってみます。上のクリームのところはね、ふわふわです。この上のこのチョコレートはちょっとね、切れそうにない。中がこんな感じになっています。クリームはトロトロ、下はちょっと固め。マンゴーとバナナのケーキも見た目がちょっとね、すごい可愛い、なんかひまわりみたいじゃない、ひまわりみたい、そう、今からの夏の季節にいいよね、これ。これはバナナ感がする。でも上のクリームはマンゴーよね、やっぱり。マンゴー。なんか中のチョコレートが、なんか中にチョコレート入ってる。入ってる入ってる。上にも入ってる。上にちょっとチョコレート乗ってるのと中に入ってるチョコレートが同じ感じ。このなんかしっとりクッキーみたいなチョコレートが合うよね、これの中に、うん。なんかトロピカルな感じの味がする。めっちゃ美味しい。チョコレートとバナナのフラワーケーキ。でも横は先ほどと一緒です。中をカットします。やっぱり下が硬くてふわふわっていう感じかな。カットした中が、あ、これちょっとさっきのと違う、こんな感じです。
チョコレートとバナナのフラワーケーキ、これもチョコレートがね乗ってて、あの上に乗ってて中にも入ってる。これはチョコレートや、ふわふわのチョコレートケーキって感じ。でもなんか ちゃんとやっぱバナナ感もある、真ん中にほらこの真ん中がバナナやから3層になってます。下がケーキでバナナクリームからチョコレート。新しいよね、こういうのあんまなかったよ。あんまりなかったよね。フルーティーだし、なんかチョコレート感もあって、すごいバランスが取れてる感じがする。美味しい。このフラワーケーキ3種類とも美味しいよね、うん、これ3つ並べて食べたいけど、3つ並べて食べるのにはちょっと食べれないかもしれない。ちょっとみんなでねシェアして少しずつ分けてちょっとずつ食べてみると楽しいかもしれない。バナナクリームドーナツ、上がパリパリのチョコレートなのでちょっと切りにくい感じはしますけど、中がこんな感じで、ここに分かりますか、バナナのクリームが入っています。バナナクリームドーナツ、この上のチョコレート、バナナチョコレートの中にバナナのクリームが入っている。うん、バナナ感がすごい。黄色いクリームが入っている、うん、バナナクリーム、バナナの匂いがする。見た目も可愛い、うん、この周りにコーティングしてあるチョコレートがすごくいい感じ。なんかそのサクッとした感と柔らかいところとねちゃっとした感じがちょうどよく程よく混ぜ合わって、これもめっちゃ美味しい。このドーナツも大きいから1個で十分だと思います。レモンとクリームチーズのバウンドケーキ、横がこんな感じになってます。これも断面が見えてるからここを切っても同じだと思いますけれど、こんな感じになっています。レモンクリームとチーズのバウンドケーキ、すごい可愛らしい色で、なんか夏っぽい色。んこれは爽やか。なんかバウンドケーキのところはカロリー高めかなみたいな感じのなんか口当たりがするけど、レモンクリームのところがすごいさっぱりしてて美味しいです。すっごい濃厚じゃない？濃厚、めっちゃ濃厚。クリームチーズがめっちゃ濃厚だと思う。レモンとクリームチーズってめっちゃ合うやん。それがバウンドケーキの上にコーティングしてあるから合わないけど。コーヒーと合うよね、絶対これ。コーヒーと合うし、このバナナなバナナ、これとこれと飲むとめっちゃ濃厚で、めっちゃ口の中が甘さが広がってくる。でも合わないことは、でもコーヒーの方が合うかな、甘いから。キャラメリゼカスタードデニッシュ、中はこんな感じです。デニッシュの中にカスタードクリームが入ってるような感じがしますけど、キャラメリゼカスタードデニッシュ、なんか口を噛みそうなデニッシュ。キャラメル入ってるのかと思ったらキャラメルじゃない。何やろこれ。このクリームはバナナ。バナナよね。ここ美味しいな、なんか。うん、バナナよね。キャラメル感はそんなにないけど、美味しい。キャラメル感はない。キャラメルじゃないのかもしれない。キャラメリゼって書いてあるから、キャラメルじゃないのかもしれない。美味しいこれも。でもバナナクリームのような気がする、中に入ってるのが。クッキー&クリームシフォンケーキ。断面はもう切ってあるので、こんな断面、シフォンケーキの周りにクリームがついてる感じです。どこを切っても多分一緒かな。ふわふわです、ふわふわ感じ。クッキー&クリームシフォンケーキは切ってる時もふわふわ、まあ、食べてもふわふわ。美味しいこれ。軽い感じがするけど、しっかりクリームがついてるところがね、重厚感がある。意外とあっさりしとるよね、クリームがこんなについてるのに、バナナは入ってる。バナナ見当たらんよね。クッキークリーム、なんかオレオのなんかクッキーみたいな。これも美味しい。あ、これはのバナナなバナナなバナナだ。軽い感じの口当たり。シフォンケーキってだいたい軽いよね、全部ね。チキンアラビアータ石窯フローネ、なんかこんな感じ。これは温めて食べた方がいいと思いますけど、中をちょっとカットしてみます。
っとするとこんな感じ、中は萌え断です。チキンアラビアータ石窯フローネ、これは絶対温めた方が美味しいです。冷たいより美味しい。なんかこれよくパスタの、パスタの、ね、あれであるよね、うん、っていうかあれ美味しい、美味しい。これこれ冷たいと美味しくないかも、絶対温めた方がいい。なんかイタリアンのお店に行ったみたいな匂いもそうだしね。絶対これパスタで美味しいやつ、うん、美味しいやつ。これはもうお昼ご飯とか夕ご飯でもいけるみたい。これでね、なんか ビール飲んだりワイン飲んだらいいかも。これとも合うけど、これお酒とも合うと思います。コーヒーとも合うし、何でも相性がいいから。これはショルダーハム&5種類の野菜サンドイッチ。ずっしり重たい。ハムがすごい、こんな感じでいっぱい入ってますよ。中切ってみてもめっちゃ入ってます。具沢山のサンドイッチ。このサンドイッチはすごい。このボリューム、ショルダーハムも多いし、ショルダーハムと5種類の野菜が挟まれてるサンドイッチ、めっちゃ大きい。うん、これ美味しい。ハムがめっちゃ入ってる。ハムがめっちゃ入ってる。ボリュームがすごい。レタスもいっぱい入ってるから体にも良さそう。5種類なんやろ。紫キャベツとパプリカと赤いのも入っとる。1、2、3、レタスも入ってるし、あとなんやろ、ちっちゃい、なんかちっちゃく刻まれた野菜がいっぱい入ってるから、めちゃくちゃなんか健康に良さそう。パンもめっちゃ柔らかい。柔らかいよね、これね。これ朝ごはんにね、朝ごはんにスタバでドライブスルーでこれとバナナのロールを買っていったら、お昼まで食べんでいいぐらいお腹いっぱいになりそう。いかがでしたでしょうか。本日購入してきた商品は以上となります。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。